こんにちは。鶴巻温泉治療院の溝口です。筋防水の話です。意識しないのに起こる体の反応を反射と言いますが、美味しそうなものを見たときに、いざれが出たり、とっさの体のバランス調節なども反射です。最もよく知られているものは、室外腱反射ですが、腱反射と言っても剣の反射ではなく、剣が叩かれることで、大体歯頭筋の伸長に対応する筋防水の対応なのですが、 細い筋繊維に神経が巻きついていて、ちょうど防水型をしていることからこの名前がついています。筋防水は身長に対して電気信号を感覚神経を経て脊髄に送ります。一部は脳に上向し、一部は脊髄で U ターンして運動神経を伝わり、元の筋肉に到達します。その信号によって筋肉の収縮反応が起こるのです。筋肉にチキンと側筋があるように、この筋防水にも タタイプと側筋タイププとがあります。また筋防水は筋繊維と平行になっているので自動的に引き伸ばされた時には刺激を受けているのですが能動的に収縮する時には筋膀水はたるんで刺激を脊髄に送らないようにもなっています筋肉ののの動動きの速ささや強さを自動的に調節すす。るための感器と言えますですからこの筋膀水の働きが鈍ると体のバランスをとることがうまくいかなくなることになります。 高齢者は、筋肉と同時に、筋膀水も衰えることで、咄嗟のバランスが取れなくなって、転倒することが多くなるのです。また、過剰なストレスで、交感神経が興奮すると、筋膀水も興奮して、筋肉を収縮させてしまうことも分かってきています。同時に血管も収縮してしまうので、エネルギー不足になり、これが、こいの原因になるのです。そのような状態が続いてしまうと、筋膀水は疲労して、感覚が鈍くなるため、 過進点などを起こして、それが筋肉の損傷や筋肉痛のひんやねにもなります。この筋膨水をリラックスさせるためには、心身のリラックスが必要で、少し強めのストレッチも有効です。そして、短くてもいいのですが、多い回数の運動が大事なのです。では、本日のお話はこれで終わります。